どうも皆さん、おはこんばんにちは。おっとじゃだす。ゲスト4、続きをプレイしていきたいと思います。前回は、新選組の近藤さんにね、喧嘩を売りまして、素晴らしい感じに返り討ち。逃げりゃよかったな。ゲージ減ってなかったんだよね。強すぎて。また、会うことができるわ。仕事？ああ、この、今回の必殺技ゲージが溜まってるから、近藤さんに使ってみるか。あ、誰もが知ってるあの、あ、いるいるいる。無理だったら逃げよう。あ、こんにちは。近藤勇。さて。世話になったな。はて、さようか。あの弱虫。やれやれ。面白い顔。おかしいだろそれ。奴に雇われた。うざまな。恥を知れ。でかい口だな。試してみるか。どうしてもか。うっさー。おっ。あ、ちょ間違えて。あ、痛い痛い。あ、ちょごめんてー。違う。夢。あの、必殺技の出し方忘れてたよね。あれだったら操作方法を確認した方が。ここでわかるかい？ここじゃ、いや。抜刀してる状態で、こんにちは。結構容赦ないもんね。ドン。はて、さて、なぬ。恥を知れ。あ、よかった。恥を知れ。はて、さて、なぬ。おい、貴様。はいはい。なんで動くな。いや、ちょっと待て。ボタンが分かってねえな。あれおかしいな。同情し、溜まってねえのかこれ。多分ゲット。おおって。あともう少しだ。来い。くっ。くっ。くっ。おお。よいしょ。もう少しだな。おお、減ってる。近藤の体力減ってる。本当に。あっ、あいてぃ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 。さあ来いよ。おら、流された。おら、たまったかな。倒さねえとダメか。ほっ、見て、蹴りでこの威力。アングス。いやーん、強いよ。毒キノコ投げれない。食ったら死ぬよ。あぶねえ。あ、ゲージ上がったな。行け。マックスになったよね。やべ。無理じゃん。今度倒せねえって体力減ってねえもん。どこ行った？あ、出た。これからだ。やつの背中正面を切ってやる。近藤。おら、減ってる。峰打ちだ。で、無理です。お話しして違うとこ行こうかな。
あんな強いのかよ。1ミリも減ってなかっただろう。どうやって倒せばいいんだよ。だいたい新選組の近藤さん、俺が倒せたらおかしいことになっちゃうでしょ、これ。こっちはこっちでいるしよ。終わった？終わったか。ああ、よかったな。そうだ大丈夫か。ああだろうな、めっちゃ強いからな。そうだ。おう、いや、何があったんだ。いや、これからどうするんだ。弟を探している、ここにいるぜ。わからない、どうするか。そうだ、なんで知ってるの。呉服や人手が足りていない。わかった、ありがとう。どういたしまして。おら、信じられん。なんか持ってんじゃねえのか、おら。信じられん、信じられん。なんか出てきたじゃねえか、お前。まだ持ってんだろ、お前。信じられん。なんだ、毒キノコをぶつけるというね。ちょっとゲスプレイをするにはまだ力が足りない。おい。ええ。ええ。お、頑張ったね、飛脚さん。投げれんのかな？長押しで？あ、渡すか、これ。で、食べる。毒で。よかったらどうすか？いらないすか？大丈夫。で、落ちるルートと、浪人たち、槍担ぎすぎじゃね？さあ、どこかこの日は受けられるもんないかな。神社に戻ってくる。達成させたかったけどね、武器取るやつ。少しはいいものがね、手に入れば。よかったんだが。いるな、でもあの二人。さて、どうしたものかよ。ああ、でもここで何かあんな。訪れて、ここがわかんない。ああ、でもルート的には、ここまで来ると。彼ら二人奥にいるからさ、そこら辺ほっつき歩いてるときは話ができないと思うんだけど、特定の場所に座ってるときは、物語が進みそうだね。あ、投げれた。あ、でもこれを投げてさ、気を引くのかな、ステルス的な、ステルスな場所はね。おう、どうも。開国派のモロが、お、異国の言葉を教える語学書を解説しようとしている。ここで講師のやつか。異国の言葉を、日本に異文化を浸透せしめんとする異人どもの策略だ。モロはその尻馬に乗り、侵略の手助けをしている。モロ、許せん。ああ、俺たちは語学書の解説を何としてでも阻止しなくてはならない。今日、英国人講師が上陸する。俺たちはそこを一気に襲う。おお、いいところに来た。話は聞いたろ。あんたも手を貸してくれないか。
断る。わかった、いいだろう。ありがたい。手だれが加われば助かる。手だれがな、俺。敵の警備も厳しい。心してかかれ。おう。今だ、かかれ。行くぞ。上位だ。出たな、般若僧。分からず屋にも困ったもんだ。お前無手なのか。やべえじゃん、超強えぞ相手3人。来い。あまり怒られない程度に。重い。この。あ、重い。うん。間違えた。お、後ろの味方が飛んでったけど。あい。痛くない、そんなに痛い。あ、痛い。ちょ、しまうのを優先するんじゃない。この野郎、やるまたれよ。待てない。ほっ。痛い。あ、やばい。危ない。回復しましょう。回復持ってねえな。くう。あら、ちょっとやめてください、メリンダさん。メリンダさんの攻撃は多分死んじゃうな。みんな助けて。ひよこがある。お前ごときならよし。ごめん、やばい。メリンダさんは無理。誰が助けて。日本橋。あ、いいね。開いて。いいサイドステップ。はい、行って。え、なんでその高低差で当てられる。やばい、死んじゃう。おいや、俺でも鍛えてるんだぜ。俺はただの雑魚。ろくでなし。ちょっと待って、マジやばいね。なんなのこの難しさは。うまいこと立ち回らないとダメだな。どうしようかな。回復アイテムを買おう。あんた、何が欲しいんだ。売りたい。君は聞かねえぞ。ここら辺いらない。呪って殺す、投げつけると相手にダメージ。毒キノコ。つま切り。毒キノコでは一応自分で食べるんだな。で、お会計して。会いたい。返品は聞かねえぞ。握り飯を買いまくるか。梅だともうちょっと増えるんだな。50の価値ある？次か。お会計。ありがとう。で、神社に向かって、先ほどのミッションを受けよう。マジやばいな。でも一回寝ときたいぐらいなんだけどね。活力が上がる。体力じゃないんじゃない？戦い方だけ気をつけて、どうにかしよう。へい。到着したぜ。
同時に確か L1、R1 同時押しで発動できるはずなんだけどね、妻切り。つまらないものを切ってしまった妻切り。お待たせ。セーブしときたかったな。手前で次やられたらセーブしよう。はい、スキップ。今日、英国人講師が上陸する。俺たちはそこを一気に襲う。おお、いいところに来た。いいだろう。行こう。さあ行くぞ。やるな。いて。その刀欲しい。よし、ドンシン、ガトツ。よし、崩して。うおい、うよいしょ、崩した。拾う。よし、日本橋。おら、長いね、これ。いいぞ。おるや、セイチャスト。おら、あった。やべ、こいつが一番強いやつなんだ。相手してやるよ。あれ、やべ、モロ来たな。ちょっと待って。いっ、で、こ、こ、アウチ、アウチ。相手してやれよ。なんだ、何やってんの。あ、ちょっと飯食ってるだけなんです。痛い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 。大丈夫ですか。あ、まあでもね、この人を、関係ない関係ない。いて、死んじゃう。だあ、銃はダメ。さあ来たぜ。ちょっと頑張って。他の同心は俺が相手せんだな。お前らそれ日本橋によこせ。ほら、よしよし、いいダメージ。ワンツースリー、ほら、はい、いいぞ、そこ、うん、違うのに当たった。おい、いて、そんなに痛くねえな。おら、崩したところ、オッケー、へい、拾いたい。よし、でそのままいった。ずれずれ、やめなさい。よし、お次は、やめなさい、撃つな。オッケー、相手当たるわ。おるれ、おい、すげえ、なんだ、すげえな。よいしょ、おらおら、ん、す、何その動き、めっちゃ強いじゃん。おら、崩して。でも結構近づいてないと。うお、避けてる、いて、あー強い。急に強いじゃないの君。そうはさせん。オッケー、すげー、もう一丁、ラスト、チェスト、痛い、出た出た出た、いて、ちょ、おにぎり回復させだ。お前、お前本当に許さねえから。いて、ふっ、避けた。いや、避けれない。ほら、常に活力を回復させなかった。いた、もう一丁、握り飯、
活用回復。チョコレート横じな。あ、次は活力回復。もう本当に許さねえわ。いて、ガードマンができねえし当てられんだよな、本当に。いて、なんだ、どうした、どうしたんだ今の。どうした回復。あいて、痛い。ちょっと待ってくださいよ。カメラワークー。ほっ、おら、イヤホーイ。あ、痛い。ちょっと待って、何をしている。待ちなさいよ、まったくもう。よし、落ちくんのか。やられそうになったら一回逃げんのありだな。うめえ。あーうち、よし行くぞ。これからだ。オラ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 。もうあれか。よし、またつまらぬものを切ってしまった。よし、一人やったぞ。ああ帰りな、安心なさい。ああ、キノコもキノコ食って、あ、もう全部食っちゃった、間違えて。一応トイレ行こう。あ、いいか。よーし行くぞ。あと誰が残ってやがる。お前それじゃガードできねえだろ。ほらすげえな、いてー。おっ、オッケー、よし、ほっ、くわー、一旦撤退。よし回復した。ほっ、何どいて、一旦やめてください。回復、ナイスよけ。ほっ、横投げ。貴様の相手してられないの。ああ、味方がどんどんやられていく。崩して、おっ、はっ、オッケー、いいぞ。あぶねえ、いいよ。痛い。おいおい、こいつやべえな。あ、いた。なんて強さなんだ。握り飯をこう。お、あ、避けない、あ、避けれない。ちょっとあなた倒れるのやめてもらえますか。 OK。 やん、お前、あ、いて、いい加減にしなさい。さあ回復して。お、もう全員やられてんじゃねえかよ。ほっ、ほっ、よいしょ、おら、よい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 。相手になるんですか。はい、あ、間違えてる。なんてことしやがる。はい、だい、行くぜ。これからだ、
またつまらぬものを切っちまったぜ。ごめん。あ、この野郎。崩した。ほい。食べて。来るぞ。うお、やべえ、あいつ問答無用で打ち上がる。ほら、ダメだな。なんてこっち弱えんだ。相手してやるよ。拾えるもんねえか他に。無限に湧いてくる感じかな。だったらこいつらで爪切りゲージを上げて、ほっ、よし、まずはおめえだ。行くぜ。これからだ、これからだ。おら、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 もろ、おら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 、いい、よし、いいぞ、もう少し。つけ。わお。うん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 、ああ、ぶんねえ。わお。ここだ。ダメか。ああ、活力が切れたな。おにぎりあたりを拾いたい。よし、拾えた。食べて回復して、ほっ、いってメリンダ。なんだそれ。お、いて、いいな、その流派いいじゃないの。崩して、よし、よこしな。いや、だいぶ打たないで、それは。お、なんだ。こんな野蛮な国で教えるなんてできません。私、帰らせてもらいます。逃げ足の速いやつだ。おめえ、そんな感じで言うな。王子がいなくては語学上は開けない。よしとしよう。引け。いや、劣勢だったんですけどね、完全に。私たちなんなら罠なんじゃないのってぐらい。今日はご苦労だった。講師は尻尾を巻いて逃げ帰った。まあ、これで語学上の解説も見送られるだろう。でしょうね。乾杯。乾杯。今日は活躍してくれたな。間違いなくな。たっぷりと礼をさせてもらうぞ。頼んだ。これからもよろしく頼む。ああ、500文くれた。いや、酔っ払ってる、酔っ払ってる、完全に酔っ払ってるぞお前は。いや、大変だった、ごめんな。あー、活力ゲージを消費して体力を回復するからな。つま切りしてもなかなか倒せねえんだよな。本当にすげえやつらだ。で、
あばよ。状況確認、イベント2。音楽無用になりました。おのも神社、これ一回寝ればいいのかな。はい、ということで今回はここまで。めちゃくちゃやばいですけど、次回この続きからプレイしていきたいと思います。お楽しみに。ほんじゃまたな。